一の鳥居畜子神社は、福岡県畜子の支原田にある神社。式内社で、旧社格は、県社。現在の祭人は、以下の三柱。尺日本記書院、畜後国風土記一文では、畜後国は、元は、畜全国と合わせて一つの国だったと記している。また、畜子の由来として、二国の間の坂が険しく、蔵が擦り切れるため、蔵尽くしといった。 説、二国の境に荒ぶる神がいて、往来の人が命を落とす、命尽くしの神と言ったが、畜紫君、小江君の祭祀で収まったという説、前説における、多数の死者の飛ぶいのため、棺を作ったところ山の木々がなくなったという、木尽くしによる説の三説を載せるが、第二説と畜紫神社祭神の畜紫神との関連が指摘される。なお元通り長は、古事記念において、 命尽くしの由来説を有力視する。これらの伝説が筑紫神社の成立に直接関わるかは明らかでないが、中でも筑紫くん、小江くんが祀ったという書伝が特に注目されている。当地は筑紫くんの勢力圏内であるが、小江くんが本拠地の九州中央部から北九州に進出したのは6世紀中頃の祝いの乱が契機で、この書伝には、 その進出以後の祭祀関係の反映が指摘される。また、白日別神、いたける命を、畜紫国像、非国像の演奏神とする説からは、後に、畜紫神社を放祭した、小二流の畜紫氏は、畜紫国像公営の畜紫君の後を継いだことが、想定される。その他に、畜紫神について、白日別神とする説や、いたける命とする説がある。創建は不詳。 元々は城山山頂に祀られていたが、麓に移されたという説、当初から現在地に祀られたという説がある。筑紫の名称は、九州を筑紫島、または筑紫州といったように講義では、九州全体も指したが、競技では筑紫神社周辺の地名を指すとされる。考古学的には、当地周辺のセフリ山地東部の低級上地は、 弥生時代中期においてカメカン墓の分布中心部、後期においては、青銅器生産の中心地であった。銅託祭祀の源流も一体の地域にあるとみられるが、その成功にはトライ系の知識が欠かせず、前述の白日別、いたける命の伝承も合わせると、トライ者集団による祭祀が指摘される。国史での所見は、 上元元年二十4位下の深海法事を受けたという記事で元領3年には14位以上に少女された。延長5年成立の演技式新名庁では、筑全国五笠郡に筑紫神社名神大と記載され、名神大社に列している。また、天元2年の官府には、住吉神社、菓子井宮、鎌戸神社、箱崎宮と共に、 筑紫神社に大宮寺職を置くという記載がある。鎌倉時代からは、当地の自頭職にあった筑紫氏が社史を兼ねたという。その後、戦国時代の島津勢の陛下によって、社殿、古文書が消失し、協族に相い交配したという。江戸時代に入り、復興が図られ社殿の再建が行われていった。明治維新後、明治5年には、 近代社格制度で豪舎に列したが、軍区閣改正で損者になり、明治14年に再び豪舎に、そして大正4年に県舎に昇格した。御所神社上占い祭りは、毎年3月15日に行われる祭事。通称、かゆ占い。おかゆに吐いたカビでその年の豊作や病気を占う。2月15日に、筑紫神社の井戸から汲んだ水を使い、 神社の神主がかまどでお粥を炊く。その後、大きな鉢に持って、上から箸を十字型に置く。十字型になった中心を筑紫神社に見立て、筑紫神社から見た、東西南北の方角にあたる地域の名札をお粥に、刺し、神社の神殿に一ヶ月間置いておく。そして一ヶ月後の3月15日、粥占い祭りの当日に、神主がお粥を、 神殿から出しおかゆの表面に生えたカビの様子を見て、その年の穀物の出来や伝染病が流行るかなどの判定をする。判定は神社に古くから伝わるかゆ占い判断書に従って行われ、判定結果は神社に貼り出される。このかゆ占い祭りは、畜死の死指定向け民族文化財に指定されている。所在地交通アクセス。ありがとうございます。